アンブローズ・マケボイはイギリスの画家である。初期にはジェームズ・マクニール・ホイッスラーの影響を受けたスタイルの人物のいる風景画や室内画を描いたが、後年は主に女性の肖像画で人気を得た。しばしは水彩画も描いた。イングランド南西部のウィルトシャーのクラドエルで生まれた。父親はスコットランド出身の技術者であったが、家族はロンドンに住んでいた。 ホイッスラーに才能を認められ、美術の道に進むことを勧められ、15歳になった時、ロンドンのスレード美術学校に入学した。スレード美術学校では、同世代のオーガスタ・ス・ジョンや、ウィリアム・オーペーンを中心とするグループのメンバーであり、ホイッスラーから学んでいた、繊細な技術で評判になった。多くのイギリスの画家が訪れた、フランスのディエップに旅して、ウォルター・シッカートのグループにも加わった。 1900年からニューイングリッシュアートクラブの展覧会に出展し、1902年にネイクの会員になった。1902年に年上の画家のメアリー・エドワーズと結婚した。1907年にロンドンの画廊で個展を開き、1911年にナショナルポトレート・ソサイエティの設立メンバーとなった。九百十三年にホイスラーが会長を務める国際彫刻家、 画家、版画家協会の会員になった。ニークには、風景画や室内画を出展していたが、1915年頃には、ファッショナブルな上流階級の女性を描く画家として、人気になった。第一次世界大戦中は1916年から1918年の間、イギリス海軍に配属され、功績のあった将兵の肖像画を描いた。それらの作品は、 帝国戦争博物館やイギリス海事博物館に収蔵されている。1920年にアメリカ合衆国を訪れ古典を開いた。1924年にロイヤルアカデミー・オブ・アーツの巡回員に選ばれた。ありがとうございます。